皆さん、本日の浦和レッズの試合は入れましたでしょうか。なんと2対0で浦和レッズが勝利しました。イエイ、素晴らしいですね。これで公式戦3連勝になります。首位通過で見事グループリーグ突破を決めました。まず完璧なコンビネーションからの関根選手のゴール、次にゆるき選手の個人技からのゴール、いろんな選手が点を取ることはチームの調子がいい証拠です。リカ監督のサッカーも浸透してきて、レッズの課題であったゴール前のクオリティも解消されてきましたね。デン選手、武田選手も復帰して、今後ますますスタメン争いが激しさを増しそうですね。ルヴァンカップ初代王者の意地として今シーズン絶対にタイトルを取りましょう。浦山チャンネル。さあ続いてはマッチプレビューレポートです。明治安田生命 J1 リーグ第15節ヴィッセル神戸戦の予想フォーメーションはこちら。はい、私の予想するフォーメーションはこちらです。見ますかね。キーパーがザイオン選手、右から西選手、岩波選手、牧野選手、秋元選手、中盤に阿部選手と伊藤選手、右サイドハーフに関根選手、左サイドハーフに小泉選手、トップ下に武藤選手とトップにユーカー選手、このフォーメーションを予想しています。注目選手は今シーズン神戸から加入した西大吾選手です。シーズン序盤なかなかレッズは波に乗れませんでしたが、この男の復帰とともに徐々に調子を上げてきました。西大吾選手の持ち前の勝負強さと落ち着いたプレーでレッズを勝利に導いてくれると思います。私の予想スコアは秋元選手、小泉選手、この2人の2得点2対0で勝利すると思います。先日イニエスタ選手の契約延長が取り上げられていましたね。イニエスタ選手は2018年に神戸に加入をしてからまだ一度も最下のピッチに姿を現してないんです。今シーズンこそは最下のピッチで素晴らしいプレーが見れるかも注目です。浦和レッズ対ヴィッセル神戸は5月22日土曜日4時キックオフとなります。勝って上位争いに食い込んでいきましょう。では今日はこれで終わりです。またねー。 We are Let's